こんにちは。今日も手帳タイムしていきたいと思います。その前にまた100均でいろいろ買ってきたので紹介します。まずダイソーからパンダのメッシュポーチを買いました。メッシュフラットポーチ、これめっちゃ可愛くない？パンダ透けてて砂好き。これ一目惚れして、この他に紫色もあったんだけど黄色にしてきました。でこれの他にじゃん巾着型の紫色も買ってきました。これね、もう使ってるからタグ取っちゃったんだけど、これです。メッシュ巾着パンダ。ポーチとか何個あるんだよって感じなんだけど、100均のポーチはね、何個あってもいいから買っちゃいました。可愛すぎ。これは我慢できなかったこの巾着の方はトラベラーズノートがちょうどよく収まるので、たまに外に持っていくときはこうやって持ってます。可愛くない？透けててめっちゃ可愛い。パンダ好きなんですよね。こんな感じ。これは普段の持ち歩き用のポーチ、これにしよっかな。夏だし、夏は透け感のあるもの欲しくなります。ダイソーで買ったのはこの2つだけで、あとはセリアでも買い物してきました。まずこれ、また巾着かよって感じセリアでまたモリスのシリーズがいろいろ小物が出てて、なんか可愛い紙のボックスとかもあったんだけど、とりあえずこの巾着を買ってきました。このいちご泥棒柄好きなんですよね、可愛くて。これはトラベラーズノートは入っても閉じれなそう。ちょっと切ってみよう。トラベラーズノート入れてみます。あ、やっぱ閉まらないけど入るのは入りました。こうやってただ入れてるだけでもいいのかな。こんな感じ。 M5 は入りそうだから、ちょっとこのディープを入れてみます。あ、入った。これ M5 用です。このサイズ感かわいい。でも M5 あんまりこうやって巾着に入れて持ち歩かないから別にいらないんだけど可愛いから買いました。新しい M5 を買って傷つけたくないなってなったらこれに入れようかな。で他にもモリスのシリーズでこのデザインシートステッカーを買いました。マステ素材の大きい1枚の切れてないシールです。 15cm×15cm、 3柄ずつ入ってます。開けるとこんな感じです。こうやって見るとただのデザインペーパーみたいだけど、剥がせる。こんな感じ。これ小さいノートの表紙とかに貼ると可愛いんですよね。これもなんかに貼って使おう。このモリス多分同じような柄でデザインペーパーも売ってたんですよね。でもデザインペーパー透け感のある素材って書いてたんで、どっちにしようか悩んでこっちのシールのやつにしました。次、やっと見つけました。この透明のお花のシール、デザインシール透明フラワー。これいつ新作って出たんだろう。多分1ヶ月ぐらい前だと思う、新作って見たの。シールの棚をね、こう1枚ずつこうめくって見てたら見つけました。全然今まで見つけられなかったんですけど、奇跡的に1枚だけ見つけました。あ、こんな素材なんだ。なんか半透明の素材、透明ペット素材は表面がマットな感じの透明のシールです。かわいい。これ1枚しかなかった、もっと欲しい。これ1枚しかなかった何回言うんだよって感じ。次、フレークシール。見て、この
イケオジフレークシール30枚ジェントルマン柄。このイケオジがね、私を呼んでて買ってしまいました。めっちゃいいこれこんな感じで5柄6枚ずつ入ってるみたいです。よくないこれイケオジと動物、めっちゃいいじゃん。かわいい。素材は紙です。普通の紙のシール、書き込めるシールって書いてる。これかわいいよね。で、おじさんが書いてないやつもコラージュに使えそうだなと思います。かわいい。これかわいい、この茶色の。これでなんか酸欠とかにコラージュしたいな。あんまりね、こういうなんていうの、ヴィンテージっぽいシールは持ってないんで難しいかな。ちょっと頑張ってやってみようと思います。次はこのスズラン型の刺繍マットを買ってみました。これなんかランチョンマットとかテーブルに敷く布のコーナーにあって可愛いと思って買いました。こんな感じ、可愛い。これ普通にコースターとして使うんじゃなくて、私このトラベラーズノートにどうにか組み込めないかなという思いで買ってきました。こうこれ可愛いけど使いにくそう。サイズ感はいい感じ、こんな感じ。ちょっと違うかな、可愛いけど。これね、今トラベラーズノートのここに、前の動画でも話したんですけど、ここにリングサポーター的なのを自分でつけて、でこの下側にゴムを通して M5 のリングをつけてるんですけど、なんかね、この本側の裏の処理を何もしてないから、このカスがね溜まっちゃうんですよ。それが気になりだしてきて、これをね穴開けて間に挟んだらどうかなと思って買ったんだけど、どうだろう。こんな感じで、こんな感じで出てたら可愛いよね。長さもちょうどいい感じ。あ、でもなゴムが難しそう。ちょっと今度動画撮りながらやったら失敗しそうなんで、ちょっと動画撮らないで真剣にこれをリングサポーター代わりにしてみようかなと思います。でもやっぱあんまりこう厚くないからどうなのかな、ダメかも。どうしよう、穴開けるの怖くなってきたちょっと工作してみたいと思います今度。今とりあえず眺めてる。で、最後にちいかわのキーホルダーとシールを買ってきました。これ100均で出るよって情報を得てからずっと探してたんだけど全然なくて、やっと見つけました。とりあえずこの3つだけ買いました。どっちから開けよう、これにしよっかな。アクリルミニキーチェーン全12種類、12種類何が入ってるのか分からず買ってます。何が来るんだろう、まだ見えない。いきます。お、うさぎうさぎが来ました。魚を取ってるうさぎが来ました。かわいい。うさぎこの眉毛がかわいいよね。これどこにつけようかな、ここちょっとここだとあんまり目立たないから違うとこにしよう。で、これ問題は100円で5枚入り、めっちゃいいじゃん、が全50種類。どんだけ買わないといけないの。これもね、中身あんまり分からずに買ってます。でもおでくんが
おでんのシールが欲しい。じゃん。お、まず栗まんじゅうパイセン、すごいキラキラする、かわいい。しかもちゃんと星型のキラキラがある、かわいい。栗まんじゅうパイセンと、なにこれ、かわいいちょっと裏もかわいいんだけど。これ本日のメニュー、焼き椎茸と、これかわいい、じゃん。ハチオレちゃん、このリボンのやつだ、褒められリボンの、この話好き。で、チーカーとハチオレちゃん、これなんだっけ、でもチーカーの家だよね、このふかふかの布団は。あ、かわいい、欲しいものリスト、かわいい。ラッコだ。で、あ、ラッコさん、ウサギ、このウサギかわいい、アイス食べてる。キャラクター紹介かわいい。一袋目はこんな感じでした。こっちか、二袋目、あ、いきなり見ちゃった、失敗した。まずチーカーとアチオリちゃん、草原のそよそよ、同じだ、同じ、さっきと違うかも。次、かわいい、ハチオレちゃん、これコース料理ごっこの時、このあと多分ハチオレがコース料理ごっこするよね確か。次出たー、シーサーちゃん、めっちゃ好き、かわいい、サーターアンダギー食べてる。シーサーかわいすぎる。塗り絵かわいい。次、もうここでネタバレだ、栗まんじゅう、チータラチータラをバラして食べる栗まんじゅう、かわいい。で最後ウサギ、なんかウサギ率多くない、そうでもないか、ハチオリちゃんがなんか多いな。こんな感じでした、かわいい。これね、もうちょっと欲しかったんだけど、2袋分しかなかったのでこれしか買いませんでした。おでのシール欲しい、おでちょっとまた見つけたら買おうかな、5枚も入ってるし。ちょっとおでチャレンジします。で、これで購入品は終わり。どうしよっかな、ちいかわのシール貼っておくか。シール今日あんまり買ってないんだよ、これとこれとこれと、これで合いそうなのはこうか、ハチオレちゃんとお花、これ良さそう。これでちょっとデコしてみようと思います。よいしょ、これにしよう。トラベラーズノートの下敷き、これにこれ貼ったら終わりなんだけど、 M5 に終わっちゃうわ、どうしよう、終わっちゃった。これとこれで終わっちゃったんだけど、どうする、ちょっと待って、さすがにそれはないでしょ、さすがにそれはないから、マステを、マステをなんか意外とピンクのマステって持ってなかった。これは違うか、これはピンクじゃないけど、まあ紫だよね、まあいっか、これにします。適当に。どうしようかな。
逆にこれ難易度が高い。こんな1枚で埋まっちゃうんだ。ここにこうして、ここにもこうして、これくらいしかなくない？花ないか。これを貼っちゃおう。あ、曲がった。曲がってしまいましたが、こういう系のお花がいいな。これかな。よし。あ、くっついちゃった。ちょっとこれマステ素材じゃないから、ちょっと変に貼ったら剥がれなくなっちゃう。どうしよう。こうかな。あ、なんか下すぎた。ダメだこれ。難しい。日付スタンプ。これも100均で買ったポーチ。2日だよね今日。どこに押そうかな。ここかな。はい。押せた。とりあえず文字を書く場所がなくなっちゃうから、これで終わり。全然デコって言えない感じになっちゃった。もうちょっと貼ろうかな。この周りの小さいお花、小さいの上にこれかな。これをこの辺に気持ち貼っといて、これも気持ち貼っといて終わりにしよう。ちょっとこの大きさを M5 でデコしようとしたの失敗でした。そこからまずそこからちょっと違ってたね。今日文字はこれにしよっかな。ユニボール1のこれ何色だっけ、限定のこれ何色だったっけ、忘れたけど、すごい可愛いやつ。何色だったっけ、ピーチカヌレ、思い出した。限定のピーチカヌレの 0.5 これにします。こんな感じになりました。かわいい、キラキラ。挟みます。よいしょ。今日のとこよいしょ。こんな感じ。あ、何気になんか今日のカレンダーといい感じに合ってる。かわいい。トラベラーズノート8月のセットアップしたので中身がすごい減りました。薄くなっちゃった。ここからまたいろいろ書いて厚くしていこうと思います。これもかわいいから取っとこう。ここに入れといて穴開けて挟んでもいいね。こうかな。なんかこれピーチは真ん中に寄せてみたらなんか召喚してるみたい、魔法陣みたいになった。こうしとこう。ではここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も
見てくださると嬉しいです。じゃあねー。